はいこんにちはドラッガーを教えてくれる人を生かす経営で最高業績を作り出す経営コンサルタント村瀬康介です今回はですねまあ、このコロナの非常に厳しい状況の中、えー、様々な企業さん厳しい状況の中で逆境勝利の社長の経営メンタルといったことについてお話をさせていただきますどのような経営、まあ、経営でも何でもですねこの人間の生き方というのはこのメンタルが負けると全て負けていくんですよねどのようにこの社長は今メンタルを保ち勝利のメンタルでこのここを乗り切っていけばいいのか といったことについて、非常に大切な部分、この心の部分、精神の部分、魂の部分についてヒントとなるお話をさせていただきます。私はこのドラッカーを教えてくれる人を生かす経営では、まあ、経営、使命のための経営というのは、これミショナリーカンパニーという原則第5の原則ですかね？で定義させていただいてますけれども、あのまそれを含めますね我々使命感を持って経営している中で、まずこの経営のこの経営者の気が負けないことってものすごく大事なんですね。 まずこれ私もいろんな経営者さんをお会いしますけど業績悪くなってくると経営者は笑顔なくなってくるんですよ。でだんだん肩も落ちてきてこうやって目も下向くようになってきます。で目もうつろになってくる。そうするとどんなことを私やってもらうかと言いますとまず胸を張ってもらう。体が胸張って積極的なのに心まで落ち込むことってなかなかできませんからね。体と心って結びつす胸を張ってもらって目をしっかり持って目を笑ってもらう。であの何も笑うことなくてもいいから笑顔になってもらう。そうすると体がいい気が回りだします。 こういういのを持ってください皆さんのエネルギーっていうのはあるとしません、ね、体のエネルギーありますね傾斜者としては外部でいろんなエネルギーが環境が逆境が迫ってきますこのエネルギーと皆さんのエネルギーどっちが強いでしょうか皆さんのエネルギーが強ければそれ勝つことできるんですよでも外部のエネルギーが強け,れ強ければ負けてしまいますよねだから経営者っていうのは自分の今こそ内に集中して外部に気を取られるのではなく外部に勝つほど自分のエネルギーを高める エネルギーをを高める必要がありまます。す。それについいてて大事な言葉をお話しさせていただきますこれを皆さんの暗示のようにいつもこれイメージしてくださいこれ真実であり本当のこれ歴史上の真理なんですどんな状況にあっても人間これ自分のエネルギーあなたのエネルギーはそれを乗り越えるほど強いのだとどんな状況がこれから来るかもしれないコロナで世界の大不況が来るかもしれない お取引先様がなくななくるかもしれないお客さんもいなくなるかもしれない従業員さんもどんどん首切らなくてはいけなくなってしまうかもしれない厳しいですそれを乗り越えるほど自分は強いのだ何度もこれを唱えることですどんな状況にあってもどんな状況が来ても自分のエネルギーはそれを乗り越えるほど強いのだこれ,を取りこ,これを唱えることによって皆さんの中のこのエネルギー内部の潜在的エネルギーが高まりそれに勝つことができるようになります いいですか負けるのは外部のエネルギーに自分のエネルギーが負,負けた時なんですよ負けると思ったら本当に負けますよどんな状況にあっても自分はそれを乗り越えるほど強いと思っていたらどうなります最後勝てますよ負けた人見たことあります諦めた人はいっぱいいますよね負けた人なんていないんですよ食らいつけばエイジソン見てください失敗は全部これ成功のタイで失敗じゃなかったって彼は定義してましたよね自分のエネルギーが失敗の量より強かったんです すごい私大好きなことで毎日唱えてくださいどんな状況にあってもあなた自分のエネルギーはそれを乗り越えるほど強いのだどんな状況においても自分のエネルギーはそれを乗り越えるほど強いのだどんな状況においてもあなたのエネルギーはそれを乗り越えるほど強いのだ自分のエネルギーが外部の宿命この運命より勝った時に自分はそれ自分運命さえは自分の言う通りになってきます自分のエネルギーを信じてください 自分の中における生命エネルギー生命のエネルギーを信じてください。決してこれは怪しい話じゃないんです。エネルギーが負けたらそれ影響を受けて負け出すんです。経営者は今自分の中の魂自分の中のエネルギーに集中してエネルギーが勝っていれば必ずあなた環境を動かす環境はあなたについてくるようなことができるようになります。ぜひそれを心がけてアファメーションしてください。これをどんな状況によっても自分のエネルギー、私のエネルギーをそれを乗り越えるうと強い。どんなことが起きても私は乗り越える強い。 そうした時どうですあなたは無敵です恐れることは何もなくなります私はドラッカーを用いてこれドラッカーの経営の原理原則を用いてこれ精神的なこともお話しますけど経営者をより高みに持って高い使命を挙げていただいて高いハードルを超えていただく、えー、高い飛躍を成し遂げていただくような逆境を機会とするようなコンサルティングを行っています経営パワーコンチングを行っておりますここののようなな時代こそ、あなたはメンターを求めて、自分の外部に、 優れたブレーーンンであるとかメンターを求めて自分の視点から外れたところから自分を見直し自分のエネルギーを高めることが経営者としての潜在性行動力経営の打ち手をさ,さらに広げて行動力を高める一番のヒントになると思います。ぜひご興味ある方はですね私の美講欄見ていただいて私にコンタクトいただいたりセミナー研修、えー、あの Zoom とかですねあのインターネットをオンラインでできるようになっておりますので、えー、ご参考にしていただけましたら幸いです。 共によろしいですか。どんな状況になっても私もあなたもですよエネルギーはそれを乗り越えるほど強いのだ何も怖いもんなくなりますよねぜひ乗り切っていきましょう本日はご視聴どうもありがとうございました